マイコスノーリゾートは新潟県南ウ沼ールマシマイコに位置する上越沿線のスキー場であるホスピタリティパートナーズグループのスマイルスキーリゾートが運営しているなおかつては東京ドームの関連会社が運営していたゲレンデはマイコゴンドラを中心線にマイコゲレンデ、長峰バレー、奥天寺ボールの3つのエリアに分かれているマイコゲレンデは セントレジャーマイコホテルを中心に、リフトとコースが配置されており、スノーパーク、ソリ専用コースも用意されている。長峰バレーは、マイコゴンドラ山頂駅からの来覧コースが中心で、山独まで最長6000メートルの滑走が可能である。奥天寺ボールは眺望の良い中級、上級コースが中心、また、ヒ圧設コースが用意されている。 三つのエリアで合計24コースの足したようなコースを有す。1959年12月20日、石田高楽園スキー場として開場。2007年5月31日までは東京ドームのグループ会社である株式会社東京ドームリゾートオペレーションズが経営する舞子高楽園スキー場であったが2007年2月23日に締結した。 基本合意に基づき同年4月27日に株式会社東京ドームとモルガン・スタンレー証券の間で本スキー場を含む複数のゴルフレジャー資産及び営業場と契約が締結され同6月1日より新しいの運営形態となったモルガン・スタンレーグループが運営する不動産ファンドが設立したセントレジャーグループのスポーツレジャー管理会社の一つである 株式会社セントレジャー、マイコリゾートが運営していたが、2011年12月より、ホスピタリティパートナーズグループである株式、会社スマイルスキーリゾートが事業を継承し、2012年6月より、マイコスノーリゾートに名称を変更した。ゲレンデ内には山独のみならず中原にもレストハウスが、点在している。宿泊利用者と日帰り利用者とは駐車場が異なる。日帰り利用者は、 スキーセンター前のゴンドラパーキングを利用する。路線バスはセントレジャーマイコホテル前にもゴンドラパーキングにも停車するので宿泊、日帰りとも利用できる。ありがとうございます。